is blowing in your face, and the whole world is on your case. I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear, and there's no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, hungry, I go black and blue, I go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. なんか僕その怪我をしたからかもしれないですけど、あの試合自体こうあまり細かく覚えてなくて、まあ、自分の調子があまり良くなかったっていうのはこうアバウトに覚えてるんですけど、その試合のことは本当にあんま覚えてなくて、もう本当にただ怪我したのが悔しかったのと、あの時怪我した瞬間徳永選手とぶつかって、まあ、結構体が強くてフィジカルがこう得意というかそういう選手だったので負けたくないっていう思いが試合前からあって、であの瞬間も僕は勝てると思ってたん でその負けたことも悔しくて、負けたというか怪我してしまったからもうそのまま行かれてすごい大ピンチになったんで、まあ、そういう方が悔しかったっていう思いが強いですかね。まあ、前十字がを怪我したのが2回目だったので、もうやった瞬間にあもう切れたなっていうのは分かりましたし、まあ、体の中でこう音がするのでバキバキバキってなったので、それが7年前と同じ感覚だったので、ああやっちゃったなってその時はまあすぐ分かったので、なんでもうすぐリハビリのこととかそういうのが頭に浮かんで、ああそっちの方がこれから大変だなっていうふうになんか自然と、まあ、いいんだか悪いんだか分かんないですけどすぐ切り替えられてましたね。リーグ戦で活躍し結果を残し始めていた時期に負った右膝の前十字靭帯損傷半月板損傷という大怪我、手術を終え松葉杖に頼ることなく歩けるようになった頃には夏も終わりに近づいていた。ここから2017シーズンの復帰に向けたリハビリが本格的に始まっていく。今どんな状況なんですか？今走れるようになりました。お、やっと。あれどれくらい経ちましたっけ、 F 投戦か。今日で F 投からはもうすべて4ヶ月かな、11くらいかな、うん、今3ヶ月オペして。あ、気持ちは前向きに。前向きですよネガティブなことは考えずに何もなく、うん、僕またステップあのちょっと変わります、うん、阿部さん、小川選手は順調ですか？ここまで順調です。今日でちょうど3ヶ月で、手術してからあれ言ってください。毎日積極的にリハビリに取り組んでます。毎日あのアクティブレストで疲労を回復に努めてます休もう頑張ってください。小川はボールを蹴ることができないもどかしさや焦りを顔に出すことなく、地道な努力を重ねて日々少しずつできることを増やしていった。柔らかさが売りでしょ。
こっちはこっちでギア軽くして、こっちでギア軽くするんですか。ギアがうまく変わってないんだけど。残暑が過ぎ、爽やかな秋を迎えた頃、気分転換も兼ねて自転車で近くの神社まで行くことに。じゃあ行ってきます。はい、出発。お気をつけて。いらっしゃい。行きます。結構早いですよね。いいペースです。頑張ってください。すごいね、先回りしてんの。めちゃくちゃハードじゃない。めちゃくちゃハード。ちょっと出るのが今日が。そうですね。気分転換も兼ねて。そう。エネルギーもらえるし、パワーもらえる。見ましょう。さあ帰ろう。いや、もうちょっと見ないです。このために来たい。どうだよな。子供か。400円前だぞ。あ。冷たい。美味しい。もう自転車とか、この前ちょっと走ったりとか走り始めた。もう走れますよね。今日走りました。走り始め。本当にすごい。ゆっくり5メートルぐらい、5メートルぐらいを少し走れるようなステップ踏んだり。まだまだ全然ですけど楽しいっすよ。食べたいっていうね。走れるようになるんだろう。これはもう完全にリカバルだな。怖い。足2回だから。10月下旬、 J1 残留をかけた戦いはいよいよ佳境を迎え、チームは御殿場でミニキャンプを実施。小川は大切な時期にピッチに立てない悔しさをかみしめながらも、前向きにリハビリに取り組んでいた。心のハードル、心のハードルがあるね。ハードルになっても。あれ、いつ外したんですか。これ、2週間ぐらい前。2週間ぐらい前。一切つけてない。もうほぼつけてないですね。私生活もブランドの中も。これ足が棒みたいな感じで、足の裏が硬い板みたいなんですけど、なんていうんですかこれは。板。それぐらい張ってる足の裏が。メニューはハードだったが、スタッフやチームメイトからの言葉が小川の何よりの励みになっていた。あー、きついっす。安倍氏がきついんですよ。ここら辺に一番きついです。全身です。全身疲労感、弱音吐いてるみたいだけど。まあきつい。一回やったら分かります。一回やったら分かります。はい、はい、ご飯食べてゆっくり休みです。はい、頑張ります。ありがとうございます。お疲れ様です。シーズンオフに入っていた12月末、いよいよ復帰に向けて小川は最後の検査に臨んだ。大輝、やっていく中でさ、はい、伸ばしにくさってあるの？その筋力測定やってる時に。あ、その入れる、これをこうやって入れる瞬間にこの辺に痛みます。あ、上がね、なんかもう筋肉ない感じ、弱い感じ。こっちがね、こっちがね、こっちじゃなくて、こっちじゃないです、この辺が。これを大丈夫、こっちは大丈夫、痛みもないで、はい、オッケー、いいよ、はい、順調順調順調です。非常に中の状態もいいと思うし、レントゲンもいいし、CT もいいし、問題ないよ。よいしょ。半年か、大輝。はい、ね、もう半年か。あれですね。じゃあ、よいしょ。ありがとうございました。また来年ね。また来年お願いします。ありがとうございます、はい。ありがとうございました。前十字の怪我2回目なんで、1回目の時はもう
サッカー選手になれないと思って、高校生だったんでサッカー選手になれないと思って、ただただ苦しい日々でサッカーやめたいって嘆いたりとか毎日してたんですけど、まあそれがあったからかもしれないですけど、やっぱりしっかり直せばまたこうプレーすることができるっていうのは分かってたので、まああんまり考えすぎずに落ち込みすぎず、こうまあ前向きに、まあ自分が怪我を治してプレーすることを想像してたりとか、まあ、楽しくリハビリをしようっていうことを意識してたんで、うん、11月の終わりぐらいからオフシーズン入っちゃって、うん、僕本当は一人でリハビリの予定だったんですけど、みんな結構ジムに来てくれて、なんなら同じきついメニューをこなしてくれたりとかする人もいたんで、それで本当に、まあ、一人でやるより二人三人ってやった方がまだ頑張れるんで、まあ、そういうの本当に感謝してもしきれないって感じですかね。年が明けても休むことなくリハビリに励んでいた小川、ボールも蹴れるまでに怪我は回復、チームメイトの優しさに触れながら最後の追い込みは続いた。大輝取られてる取られてる、休んだ取られてる。 え何大輝もうできないの。おお、逃げ、おい、やろうよ、ちょっと。悪いよ、悪いよ、悪いよ。悪いよ、悪いよ。あ、3、2、行くぞ。おお。まあ、やっぱりきついのでみんなについていくのがいっぱいいっぱいですし、まあ、もちろんそのボールフィーリングも怪我する前と怪我した後じゃ全然違うので、もうミスしないようにとかそういうことでいっぱいいっぱいだったので、でもやっぱそういったこう日々がこうサッカーをしてるっていう充実感は、まあ、復帰した日からやっぱりすごく感じることができましたね。もしご自身が出ていればって思うことはなかったですか。それはたくさんありました。まあまあみんな誰しも出てない選手を見てたら自分だったらこうしたのにっていうのは思うことはたくさんあると思うんですけど、まあ自分ならこの球には勝てたのにとか、自分ならもっと仕掛けれたっていうふうのはすごく見てて思いましたし、まあ、もどかしい気持ちにもなりました。まあでもそういう気持ちが、まあ、復帰した時に自分はこうしたしたいっていうイメージが湧くことにもつながったので、まあ、イメージしながらじゃないですけどリハビリも取り組めたのかなっていうふうに思います。札幌戦で復帰されましたけど、はい、その時にはこう下面を継いだ、はい、覚えてますね。まあ、まあ、やっとかっていう気持ちもありましたし、まあそのリハビリの長かった期間をすごく振り返らざるを得ないような気持ちになって、まあ、あの期間があったから今があるんだなっていうふうに思いましたし、まあ、ここでよくハイタッチみんな試合行くときに出てくるんですけど、その試合前から阿部さんが本当に頑張れよって言ってくれてて、でも無理はするなとかこういろんな声をかけてくれてて、まあ、僕もすごい特別な思いありましたけど、阿部さんもやっぱり特別な思いがあってくれて、で、まあ、試合は負けてしまいましたけど、終わった後本当に良かったっつっておめでとうってこう握手してくれて、まあ、本当に頑張ってきて良かったなっていうふうには思いました。
そうですね、やっぱり9ヶ月ぐらいピッチに帰ってくるまでかかったんですけど、まあ、今日も子供がいて入場して、まあ、いろいろ感慨深かったかなと、まあ、ここまで来れたのは本当その家族もそうですし両親も含めて、スタッフとか選手のこう励ましとか支えであったり、まあ、特に阿部さんのきついリハビリだったり、そういったのがあったからこその本当に今日があるんだなっていうのは改めて実感しましたし、それをこう踏みしめながら一歩一歩1分1秒プレーすることができたかなっていうふうに思います。そうですね、やっぱり守備の部分とかは抜かれる気はしないですし、まあ、攻撃はもっともっとやっていかないといけないっていうのは感じましたね。まあ、クロスもそうですし、中に切り込んでシュートだったりパスだったり、まあ、もっとイマジネーション豊かにアイデアを増やしてやっていかないといけないかなっていうのは試合をやって、まあ、感じましたね。そうですね、やっぱりあえてサポーターの皆さんに名前を呼んでいただけるっていうのは、まあ、試合出てる人だけですし、まあ、本当に多くの方がこうやって待っててくれたり応援してくださってるんだなっていうのを感じたので、まあ、本当に嬉しかったですね。まあ、これからも本当に多くの試合に自分が試合に出て、まあ、怪我で貢献できなかった分貢献できればいいかなっていうふうに思います。ありがとうございます。In time, hold me close, we're falling to the ground.